挨拶をしてください。みよさんから。はい、4日間どうもありがとうございました。やっぱ1年間ライブできなくて、でうちらも悔しかったし、多分スタッフもそうと思うのね。だからやれてよかったなと思います。ありがとうございました。本当に、4日間、ありがとうございました。本当今回も延期になったりしてだいぶ伸びてしまったんですけど、でも無事に開催できて本当に良かったです。もう本当今回のツアーからは本当もうチーム一丸となってって感じで、皆様の本当おかげで本当よりよくライブができたと思いますので、本当に感謝してます。ありがとうございました。皆さん4日間ありがとうございました。もう本当ライブしたくて泣いちゃう。これね、喋るとダメでしょ。喋るとダメなんで。私名古屋の1曲目から号泣して、ラスト曲で号泣し、最後号泣し、朝の MC で泣き、今日の MC が一番泣いて、もうグローリーずっとすごい一生忘れない思い出になりました。ありがとうございました。これだけの人が支えてくれて本当に感謝してます。ありがとうございました。本当に4日間ありがとうございました。もう本当にどうなるかと思いましたが、こうやって無事開催できて本当に嬉しいですし、すごい一公演一公演より良くなっていくように、本当にすごいチームで協力してもらって、本当にすごくファイナルに向けてというか、東京に向けて、ファイナルに向けて、すごくいいツアーになったと思います。本当にありがとうございました。私はもうずっと MC で喋っているのでまあそれも全てお客さんに対してもですけど、皆さんに、まあ、みんなに対してもメンバーに対してもの気持ちを毎公演で喋らせてもらいました。なんかもともといるスタッフの方々は本当に一緒にリベンジできてすごい良かったなって思うけど、本当にすごい初めましてのスタッフの方たちとも、なんかすごい昔から一緒にいるぐらい本当にあったかくしてもらって、本当このチーム大好きです。本当いろんなことを、ね、細かくすごい念入りにやってもらって最高のステージになったと思います。本当にありがとうございました。もうビクターも皆さんいつもありがとうございます。じゃあ皆さんいいですか。はい、乾杯させてもらいます。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。Wi-Fi で乾杯。